どうも。改めましてラボアノット主演の山下健二郎さん、町田啓太さん、八木正康さんです。ご応募いただいた印象に残った胸キュンシーンについて聞いていこうと思います。この顔まあこれはそうですよ ね逆に俺もう1位ぐらいかなと思ってましたけど、これね、またね、長かったんですよ、カットかかるまで。ちょっと今悲鳴が聞こえましたけど長かった。仲いいんでみんな、はい、そのままのテンションでいけるんで、そこまで緊張はしないんですよね、実は。はい、なるほど。あ、はい、じゃあ結構なんというか落ち着いた感じで、はい、あのシーンに臨まれて。そうですね、うん、ただ歯磨きは2回しました。はい、一応そよぎ、もうほら言ったじゃん、敬語を使うのをやめませんか、お互いに。これキスじゃないですね。じゃないか、もうちょっと可愛らしいぐらいな。ありがとうございます。これいいシーンだね。これそうっすね、これか。爽やか。はい、この手を握って横断歩道を渡るシーンが2位にランクインしました。渡るはちょっとこう強引なところもありますけれども、積極的ですね。うん、積極的、はい、町田さん自身は恋愛されてる時は、はい、積極的に行く方なんですか。はい、なりたいなと思ってますね、いつも。でもやっぱ手つなぐとか、うん、結構あの緊張しますね。ああそうですか。でも、うん、しようって思いますけど、うん、うん、いいみたいな。あ、ちょっと確認しちゃう。なっちゃいますね。そうですか。変な気持ち悪い感じになっちゃいますね。いや気持ち悪くないです。はい、これじゃないですか。こうこうこう来たからな。そうですね。そらそうだわ。あれ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 あ、ごめんなんかマサヤさん。全然全然。いやこっから出るかもしれないですよ。うん、頼むわ。サンキュー。ということで、これ、はい、あのコウスケのエプロン姿、はい、俺のね、第1位となりました。なんかごめん、はい、山下さんの一個気づいたんですけど、はい、ずっとエプロンしてるんですけどね。ずっとしてますけどね、なんなら、はい、ですよね。なんならしてるんだけど、ずっとしてるよな。だってこれだけですよね、エプロンしたの。ここで胸キュンシーン1位に選ばれましたコウスケのエプロン姿、皆さん見たくないですか。はい、じゃあ町田さんがつける山下さんのエプロン姿。皆さんどうですか、エプロン姿。こんな感じです。ありがとうございます、つけていただいて。決めちゃいましたね。はい、いやちょっといい感じですね、やっぱり。エプロンってしないですからね、うん、普段。そうですよね。